シャリジの戦い。シャリジの戦いは、天文十六年、1547年7月21日、摂津国東成軍のシャリジ、現在の大阪市生野の区周辺において、細川春元法の三好長慶らの軍と、細川宇治綱、湯座長卿らの軍撃突した戦い。王仁の乱以来の機内における、 最大規模の合戦と言われ、三好長慶の実力が機内に知れ渡る機会ともなった。英正四年、1507年の細川、正元暗殺以来、室町幕府の実権を握る細川氏は完了。細川高国と細川住本、春本府氏の両派に分かれ、機内金国の諸勢力を巻き込んで長期にわたる抗争を続けていた、両川の乱。協力四年、 1531年に至り、細川高国は、摂津国天皇寺、現在の大阪市天皇寺区の戦いに敗れ、天笠方面へ退却したところを捕らえられて、自害した大物崩れ。ここに、細川晴元は、機内最大の勢力となり、天文6年、1536年には、官僚に就任したが、高国方の残存勢力はなおも抵抗し、機内は、 混沌とした状態が続いた。天文11年1542年、泉国で挙兵した高国の養子氏綱は、同国境を包囲した。ただ、落とし入れることはできず、翌年1543年8月に、摂津国住吉軍へ転身したが、晴れ元方の三吉長兄に敗北し、10月中旬に泉の山間部に退却した。 細川氏綱はその後もしばしば田野高二派と共に、ゲィラ戦を繰り返したが、天文15年、1546年には、河内四護代湯座長卿と結び、高谷城に入城する準備を整えた。これを聞きつけた、細川春元から討伐を命じられた三好長兄は、8月に、堺に入り湯綱、湯沢連合軍を攻撃する準備にかかったが、帰って包囲されてしまう。 会合衆らの仲介によって、包囲は解かれたものの、連合軍は北上して、西成軍の宇塚城を包囲した。さらに、湯座長卿は、三宅城、大阪府茨城市の三宅国村や池田城、大阪府池田市の池田信政、久し州へ所城を送って、摂津の有力国衆を宇治つに帰参せしめ、春元への裏切りを明確にした。長兄は、 大塚城の救出を断念して、阿波守護、細川持高に援軍を要請し、四国にある、三好十九、東郷一族や淡路水軍を率いる畑冬安氏ら、兄弟の勢力を結集することを優先しため、大塚城は9月4日に落城。三宅、池田の寝返りにより、春元も、同月14日に、京都を離れ淡泊につかみ、小山城、京都府亀岡市へ退いた。 宇治綱、湯ユサ連合軍は、京都方面に向かい芥川山城、大阪二括岸を攻撃。これに対して、三好正長が、後方から攻撃を仕掛けたが、上主、芥川孫十郎は18日に和睦解除をしてしまう。ここまで、連敗続きの春元、三好方であったが、11月13日に、細川春元が、上尾山城から、 摂津国西部の新樹事情を経て、長慶の小清水城、兵庫県西宮市へ移動し、あたけ冬、安市、三好十九、東郷一存の援軍の軍船五百戦,戦兵二万も続々と集結したことから、状況は有利に変化してきた。長慶軍は、翌天文16年、1547年2月20日に、原田城、大阪府豊中市、3月22日に、 三宅城を落とし、6月25日には、芥川山城と池田城を無血解除させ、摂津国内における勢力を巻き返していった。この間、3月29日には、将軍、足利義春が、京都郊外北東の将軍地蔵山城に入って、宇治津な、ゆさ連合軍を支援したが大勢には影響はなく、4月に、大見守護、六角貞頼からも、援軍を得た春元、 三好方が圧倒的な利に立っていた。七月に三好軍は丹波から畑京都州京区梅ヶ畑高尾町周辺に入って一帯を焼き払い、十二日に二万の軍勢で小国寺に布陣した。将軍吉春は十九日に将軍地蔵山城に自ら火を放ち、大見坂本へ逃亡し、晴れ元方が一年ぶりに京都を奪還した。 一時の劣勢を挽回して、機内をほぼ制圧した三好軍の残る敵は、河内高谷城による宇治綱、ユサ連合軍であった。7月21日、三好軍は河内17箇所の江波城に集結し、各隊が高谷城を白撃をするため南下していった。晴元、三好方の主な武将、この行動を察知した宇治綱、 ユサ連合軍は戦闘準備を整えて、高谷城を立つと、小学事情を経て北上していった。宇ジツナ、ユサ連合軍、そしてシャリジ周辺で両軍が、遭遇撃突した。応仁の乱以降、鉄砲伝来するまでの間の機内最大といわれる、シャリジの戦いが開始される。この時の戦闘の様子を、足利聖域では、次のようにと記している。 野戦から始まって総係に移り、畠山小生と松浦沖信の,の手勢が一番に進み、数時間のやり合わせは近年に内容合戦であったが、湯座軍は西兵400人が打ち死にして敗走。ただ、四国勢も50名以上が討ち取られ、この日の戦は松浦勢と畠山小生勢の手柄であったとある。また、二条寺主化期水には、 両方二千人警部知事にとの記載があり、シャリジの戦いの戦死者は、最終的には二千人前後に上ったのではないかと思われる。このシャリジの戦いは、三好長慶の軍事力、最核が機内に知れ渡った。敗戦の方を聞いた将軍吉春は落胆し、ここまでと諦めたのか、うるう七月一日に、細川晴元と六角定よりに、 和睦の使者を送り帰郷した。一方、シャリジから、高谷城に逃げ去ったユザ軍を追撃する三好軍は、若林、大阪府松原市若林周辺に陣取り、それに対して、ウジツナ、ユザ連合軍は足軽を出撃させ、多少の小競り合いが生じた。ただ決定的な勝敗はつかないまま天文16年は、暮れ、三好軍による包囲は越年して8ヶ月に及んだ。 天文十七年、1548年4月27日に、至って、六角貞よりの中立ちによる講和が成立し、三好長兄は、湯座長兄の娘をめとり政略結婚を結んだ。5月6日に、池田信政、久し中が春元の屋敷で切腹させられたが、これは、三好氏の長老閣である、三好正長の信玄よりものと言われる。長慶は正永に対して、 不信を抱き、正長の忠殺を春元に願ったが聞き入れられなかった。春元から離反した長兄は、隕石関係をもとに、湯座長兄と結び、天文18年、1549年の江口の戦いで、春元、正長と、とした。英章の作乱から始まった細川市両派の争いは、三好長兄を中心とする、新たな構想の構図に移行し、 織田信長の機内制圧までの間、三好氏が機内の動向を左右するきっかけになった戦いでもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。